皆さん、こんにちは。人生100年時代、生き方改革提唱者のマダムホーです。私たちは100歳まで生きて、多分80歳までバリバリと現役で働く世代となります。そのためにもぜひ今から人生設計をやり直しましょう。ということで今日は皆さんに、この人生100年時代の株式投資、お金の作り方についてお話をしたいと思います。この6月ももうそろそろ終わりなんですけれども、やはり今月の一番の日本のニュースというのは、この金融庁などが試算をしましたね。夫婦2人で、老後をするためには、まあ、平均的な生活レベルとしては、だいたい2000万円足らない。というのは、毎月5万円足らないから、それからかける12ヶ月、そして30年間生きるとしたら、2000万円お金が足らないんだっていうことを政府は言ってくれました。これについては何度も言っていますけれども、皆さんぜひ拍手をして、この政府の勇気、そして英断を評価してください。なぜかっていうと、どこの政府も国民にそういったことは隠すんですね。ひたすら隠す、隠す。だけどここで思い切って言ってくれたために今皆さんはこうやってじゃあこれからどうしようと真剣に考え出したわけです。そしてあるどこかのニュースによると、例えばあれがきっかけで今オンライン証券会社、オンラインのああいうセミナーとかにもう通常の何倍もの人が行っているっていうようなニュースをちょっと見たんですね。ということで皆さんすごく今お金に対して関心が高まっている。素晴らしいことだと思います。ただ、私が今皆さんに言いたいことは、まだまだ皆さん損してるんです。まあ、何かっていうと、私の場合はこのマナム法大学とか、今アカデミーを作って、この個別に、マンツーマンでいろんな方のニーズ、コンサルタントをしているんですけれども、やはり日本の皆さんは今ようやく目覚めてオンライン証券に行ってるわけですね。それは遅いんです。で、もうちょっと皆さんも株とかをやり出すと、日本がどれだけガラパゴス化していて、皆さんがどれだけ損をしているかっていうことがわかると思います。もちろんこれはあくまでも個人的な価値観、個人的な見解ですし、私は皆さんのアドバイザーでも何でもないです。私と個別の人にだけいろんなお話はするんですけれども、やはり皆さんに知ってほしいのは、日本人ぐらい、まあ、その先進国の中で、ガラパゴス、胃の中の蛙、大海を知らず、日本が素晴らしい、日本が素晴らしいって言って、世界を見ようとしないんですね。で、それによって皆さんがどれだけ損をしているか、ということを今日はお話したいと思います。まあ、私が思うんですけども、日本の皆さんは株をやっていて、二つ損をしていると思います。まず一つ目。これなんですが、私は理解できないのは、なんか日本の株式にはその額面とかなんとかがあって、買うときに、最低1000株とか100株とかの単位でしか買えない。あれはなぜか理解できないんですね。なぜかというと、このニューヨーク、まあアメリカの株というのは、一株から買えるんですよ。一株からですよ。ですから、私の時代、アメリカで留学をしていて、アメリカ人ってすごいな、女の子たち、アメリカの女子大生ってすごいなと思ったのは、そのね、同じ年代で、もう、在学中に結婚して、子供ができる学生もいるわけですよ。やっぱりできちゃった婚とか、学生結婚とか。そうすると、出産祝いに何をするかっていうと、アメリカの場合は、私の世代っていうか、昔は株の証券が、ありましたよね。一番の、まあ、一番じゃないんですけど、私が行っていた、その名門大学、私立のお金持ちの子供たちが行く、日本で言うと、慶応みたいですね。お金と頭がないと入れない大学の、同級生への出産祝いっていうのが、実は、ディズニーの株だったんですよ。ディズニーの株券でね、アメリカはさっき言うに一株から買えるんです。で、ディズニーの株券、今はもう株券発行する会社ないんですが、当時ディズニーの株券って、本当にこのディズニーキャラクターがバーっといっぱいあって、すごく可愛いんですよ。だから、アメリカの当時の女子大生たちはお金を出し合って、ディズニーの株を一株あげるんですよ。だから何を言いたいかっていうと、
アメリカ、ニューヨークとかっていうと、株は一株から買えるんです。だけど日本の皆さんは、そのなんか、どういうルールかなんかがあって、最低1000株とか最低100株とかしか買えないでしょ？だからやっぱりそれだけまとまったお金がいるわけですね。まあそういった意味で、日本の皆さんが例えばアメリカの株を一株から買うとか、まあいろんな方法はあるんですけども、そういうことを皆さん知らない。で、まあそれは私は自分のアカデミーで教えたりもするんですけど、それが一つ。もう一つ。これも皆さんが知らない。やっぱり日本って損してるなと思うのは、アメリカの、まず皆さんに英語のわかる方、英語が読み書きができたり、英語のヒアリングができる方は、ぜひ、ケーブルテレビ CNBC おすすめです。私はアメリカで CNBC、これはもうビジネス専用のケーブル番組なんですけど、CNBC 好きなんですね。で、その CNBC の、まあ、ヒアリングができなくても、日本人は読み書きができるんだから、ツイッターで CNBC をフォローしてほしいと思います。さっき私も、この Facebook でそれを、上げたので、ちょっと見てほしいんですが、もし皆さんが、あの記事によると、10年前の6月19日、だから2009年の6月19日に、皆さんがもし、当時のお金で、米ドル1000ドル分のアップル株を買っていたら、今いくらになっていたかっていうことが書いてあるんですね。10年前の1000ドルがアップル株を買った場合、今いくらになっていたか。で、ここでの大前提は、過去の実績がこれから未来を予測するとは限らない。これ、投資の大原則ですよね。今までが良かったからといって、そのままのずっと割合で過去、未来もずっと未来永劫にそれが儲かるということはないんですけれども、一応例としてなんですね。何倍になってると思いますか？例えば神崎さん。まさこさんもこんにちは。お久しぶり。まさこさんがもし10年前、たった1000ドルでアップル株を買っていたら、特にニューヨークに来てアメリカの株、その日本みたいに100、株単位とか1000株単位とかになって買えるのね。いくらになってたと思いますか？この CNBC の今年6月、2019年6月17日号の CNBC の記事、今上げてますから、Facebook で後で見て、私の Facebook で見てほしいんですが、なんと、1万4000ドルになってるんですって。10年前のあなたの1000ドルが、今、1万4000ドルになっている。すごいと思いませんか？だから皆さんに言いたいのは、この6月、日本の政府があなたの老後資金2000万円足りませんよということで、今皆さんはお金と真摯に向き合うすごくいいチャンス、本当に日本政府に皆さん感謝しましょうね。あんなの詐欺だとか感情的になって怒るのではなく、この私とつながっている皆さんはお金年齢が高い、頭のいい方、賢い方で、多分皆さん中産階級の上、中の上から、まさこさんのような富裕層の方までが、私の大体、お友達、Facebook で繋がっている方々なんですが、そういった方々は、まあ、2000万円足らないって言っても、それは分かってたわけですよ。だって私のセミナーとか、私とずっと、いろんな、行動を共にしている方もみんな知ってたわけですよね。それでいろんなことをやっている。で、私も、また今年から皆さんにアカデミー会員ということで、このマンツーマンでのコンサルとかをやってるんですけど、皆さんに教えてるわけですね、こういったこと。まあそういった意味で、今更株式、もちろんやってくださいね。やってほしいんだけど、上級の皆さんは、もうちょっと海外市場に目を向けてほしいんです。その日本のガラパゴスではなくって、もっと世界に目を向けて、その日本の東京の株もいいんですけれども、やっぱりニューヨーク市場でやってほしい。そのやり方は、ノウハウはいろいろとちゃんと裏技があるんですけれども、そうやって日本のガラパゴスでアメリカみたいに一株から買える国がある。そしてその過去の業績が決して未来永劫まで続くとは言いませんが、CNBC によると、10年前のアップル株にもしあなたが1000ドルを投資したら、今1万4000ドルになってた資産なんですね。まあそういった意味で、皆さんにはぜひ CNBC のツイッターを
フォローすることをお勧めします。はい。じゃあまあ今日はお金のことはここまでです。またこれからもね、お金のことについていろいろとお教えしたいと思います。やっぱり私の場合はバリバリキャリアウーマンなんですけれども、キャリアウーマンで日本の人のようにキャリア一本だけが一番危ないんですよ。だから私のようにいろんなものに投資をしましょう。もちろん究極は不動産なんですが、不動産は大きなお金が動きますし、なかなかそこまではちょっと皆さんもっと勉強した方がいいと思います。素人がね、不動産にパッと大金つぎ込むのは危険だと思いますので、まずは株とかからやる。でも株も日本以外の市場があるということを今日はお伝えしたいと思います。ではまた皆さん、またいつか今度はアメリカの株と不動産についてのお話も近々行うと思いますので、まずはこのビデオを見ていただいて、よかったと思う方は友達申請とか、また後で YouTube 数日後しますので、チャンネル登録、YouTube のチャンネル登録してください。あ、ボビーさん、いいね、ありがとうございます。どうも、あ、いっぱいいっぱい、ありがとう、ありがとう。はい。ということで、じゃあまた、近々今度はアメリカの不動産投資についてもお話ししますね。じゃあまた皆さん、ごきげんよう。さよなら。終わらない。ちょっと待って。こう。